ワッコマン、ワコックマン、ワコツー。あー、キレてるやないか、わらわら、ワコックマン。ついに3番まで。ドクターワイリーの最後？最後なの？まさかロックマンが終わってしまうのか。回線不安定。マコツです。回線不安定だ。マジで？マジで。東京の方はまだ。なんだって。まだね、雨、やんわり雨だけど、やっぱ西の方大変なのかな。最後なのかい。ドクターワイリーが終わってしまうなんて。ワコム。本当にロックマンだ。やるぞー。ワコック戦は。やるぞー。まだ西にいますからね。3全然わかんない。3わかんない。3ってどうしたらいいのこれ。どっから行ったらいいの。なんか適当に選んでいいかな。一発クリア。ほんとしぶといよねワイリー。適当に選んで、ハードマンから行きましょうじゃあ。いやハードマンでも硬そうだな。まあゆっくり見定めよう。とりあえずこいつはないと思う。このトップマン、トップマン、タップマン、トップマン、これくるくるって回るやつだよね。予習しましょう。タップ、タップ、トップって書いてあるよ。ハードマン弱いよ。でこいつはくるくる回るけど、くるくる回る攻撃だから自分も多分ダメージを受けるんですよ。こいつの能力があっても多分どうしようもないんで、じゃあハードマンからいきますかね。いかにも硬そうだけど、硬いだけなんでしょきっと。いけ。スピンはトップ。スピンスピンスピン。テテ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 。あれ蜂が厄介だな。これは金つった。待って、蜂の巣壊せないのか。あ、取れねえんだけど。取れた。あ、いて。こんにちは。リティティリティーン。あれ積んだ。お？おや？積んだ？積んだ？お肌よ。積んだのでは？あ、ラッシュコイルあんじゃん。説明書に書いときゃ。書いてたかな。ラッシュコイルでやるのこれ？なっちゃうねこれ。ここだ。行って。もういたのか。笑。最初からいるんだコイル。ここだ。わらわら。むずいんだけど、これ。あれ？頭ごちん。こうか。タイミング。ここだ。ここだ。ここだ。よし。ロックマン3はまだ溜めないんだよね。溜めはない。溜めは4からかな。スライディングはあるけどね。あ、ゴリラだ。あいつ弱いぞ。飛んできそう。飛んできそう。なんだよ。飛んでこねえのかよ、お前。降りるだけかよ。うどんさんは X はやってました？X はやってなかった。やったことあるけどクリアとかしてなかった。友達ん家でやった程度。降りるんだこれ。相性って調べたりはいらない。自由にやる。まあ、それはなあなあでやばそうだったら
やばそうだったら、やばそうだったり誰かが教えてくれたら、あの、使う。あ、やばそう。よし。なあなあで。3はあんまり記憶にないわ。どうも。なんか、2に比べるとステージ構成が、なんかさっぱりしてるね。台風大丈夫？大丈夫でしょ。あっち行きたいな。うわぁ！よし。すいー。これ永遠に滑り続けるよね、これね。狭いとこだと。雨戸あるのいいなぁ。楽しい。お尻が擦り切れちゃう。もう一生ここでいいかも。お尻が割れちゃう。お尻が割れ、うわあ！なんてところに、なんてところに。よし。蜂の巣が厄介だな。あ、ブルースってこっから出てくんの？なんで急に攻撃してくんだこいつ。頭おかしいのか。飛ぶね、次。わらび餅、わらび餅だよ。なんだこいつ。あっと消えた。突然出てきたな。何がしたかったのかわからない。ずっとぴょんぴょんしてるのくさ。ぴょんぴょんしてた。ぴょんぴょんしてたね。何こいつ。あー、ロケットパンチしてくるこいつ。空中でも止まんのかお前。死んじゃう死んじゃう。飛ぶ必要ないか。じゃあ、あー、なんで頭から突っ込むのかな。体型的にお尻から突っ込んだ方が良さそうで。これご了承できるんだよ。これご了承できるんだよ。これご了承できるのでは。おやおや、イージーマンか。イージーマンだな、これは。イージーマン。やったぜ。てぃーん。てぃーん、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 3からじゃなかったっけ。死に。あ、違った。あ、これが3か。てぃーん。てぃーん、てぃーん、てぃーん。ロッテリア。ロッテリア、ロッテリアなの。ロッテリア、ロッテリアなのこれ。で、ハードマンの攻撃が効きそうなソフトのやつは、どれだ？わかんねえ。マグネットマンとかかな。ニードルマン。なんかニードルマンはスネークに効きそうじゃない？タップなの？何？くるくる回ってるところをハードな感じでガズって止めちゃうの。ちょっとわかんねえな、3は。3全然わかんねえ、こうやって見ると。とりあえず行ってみよう。トップマン行ってみよう、トップマン。あ、くにょくんっぽい。くにょくに出てきそうな顔してる。あんま想像できないね。なんかくっついた。ちょっとすっきりしないから調べるだけ調べてこよ。危ない。あ、これ3か。そうか、タップマンだもんな。
なんかさ、プレイしてる感じ。ロックマン2に比べるとレベルデザイン雑じゃない？気のせいかな。でも2ができすぎ、よくできすぎてるっていうのはあるかもしれないけど、2に比べるとなんか雑な感じする。まあファミコン時代やし、急に避難警報が鳴ってビビった。あ、上に顔がある、顔がある、顔欲しいな。コイルで取れるか、そこに気づいてしまったか。コイルで取れるか、これ難易度下がった感がある。小学生の時4やってから2やって2の方が難しかった記憶がある。よし、ペロ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 。なんか、あ、そうか、難易度が低いからこういうスカスカな感じになるのか。2はギュウギュウだったもんね。あ、猫だ、やった。あれ、これ残るの。確かに2は結構いろいろ密集してて全部避けなきゃみたいな感じだった。あ、これかも。あの穴に落ちた時にニコンの右を押しっぱなしにしてると死なないとかそういうやつでしょ。あったあった。通行用意しようか。なんかそういう裏技があるってことは使うってことだよね。つまり使うべきだよね、そういう裏技があるってことは。スーパージャンプできたりするやつ、弱点武器複数あるボスもいるみたいですね。コントローラーを準備しよう。プレステコントローラーでいいかな。あ、プレステ立ち上がった。穴の中で一瞬だけニコン離してハプゼロにして無敵になったりでき、いかやく使用は全力で使い込まなきゃね。よいしょ。プレステコントローラーの USB を外して立ち上がったプレステを終了させて、あれ、立ち上がったプレステが、そうそう、できることはちゃんとね、全力を、ゲームに対して全力をちゃんと出さないとゲームに対して失礼だからね。終了。あ、違うわ、ボスは自分の武器に基本弱いみたいですね。よいしょ。ペンポロポン音符。あれ待って、あれ、通行の設定がないな。おかしいな。ん？そんなことある？ゲームにニコンの設定なんてありませんわね。必要でしょ、必要、超必要。和骨です。ツーコン使うじゃん、このゲーム。マジで？できないの？試してみる？今、ツーコン刺してるから。ツーコンの右を押せばいいんだよね、ツーコンの右。ツーコンの右を押して。ニコン、キーボード？
まあ、あのそうね、痛恨キーボードかもしれない。痛恨、これキーボードの右押しても何も起きないから、あの痛恨が右、あのキーボードが痛恨になってる、これ、まあ、そういうことだ。右だっけ？え、右じゃなかったっけ？右だよね。右のはず。で、通行の右をして、押して効果あればジャンプ力が変わったよね。わらわら。おかしいな。あ、押すだけでジャンプ効果変わるっけ？マジで変わんないな。ゲームが認識してないんすよ、きっと。マジで？できないの？オプションに痛恨の右ボタンとかないの？痛恨の右ボタン、痛恨の右ボタンない。え、無理なの？じゃあ、マジで？ちゃんとやんなくちゃいけない。あ、飲みだ飲み、飲みだ。ちゃんとやんなくちゃいけないのか。マジか。ショックだわ。このゲーム多分痛恨の右を押してしかプレイしたことがない。多分印象にないのは、あの記憶にないのはそういうことなんじゃないかな。あ、なんだ、変な動きした。今よいしょ。あ、なんだ、優しいなこのゲーム、優しいな。で、ここでハードナックルをで、タップマンを瞬殺すると。敵あ、金通。よし、ザコザコ。ペレペーン、ザコ。で、タップマンが効くのは、タップスピンが効くのはなんかトードマンとかじゃない？トードマンってスリーじゃないっけ？簡単すぎるから右手縛ろう。朝もヒールも夜も毎日ロッテリア。トードマンは4。トードマン4か。4や。じゃあタップスピン効くのなんだこれ？スパークマン。マグネットかな？あの、なんか、多分なんかも、左手のモーメントみたいな感じで。忍者なんて。マグネットマンにタップスピンが効く、きっと。シャドウマンですって。え、こいつじゃないの？こうやって上に上がって上に登って遊んだりするよね。座れるんだけど、いて、磁石の範囲から一回ずれてからも、ああ、また出てくんの？平たいとこで出てきても困るんだけど、おいちょ、あれ？こうぴょんぴょんしてるだけだな。そういや、さんのロボは、塗装中の道の金属を使った技術が使われて、いかやく。勝てー、こいつ。あ、まあ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 
右が効かなかったからしょうがない。で、シャドウマン。シャドウマンに行けばいいの、シャドウマン。シャドウマンにタップスピンを使えば一瞬で殺せると。パラババババ、パラババババ。シャドウガンないんだけど。これ下水下水？これなんだこれ。これなんだ、溶岩かこれ。下水かな。下水、あの忍者だから。溶鉱炉なの？アリがひとしばんシャドウマンかっこよかったな。いや、ここにも出てくるのか。あ、でもこれジャンプしてしか撃たないから。ドブネズミ。ドブネズミ。ジャンプしてしか撃たないからこいつ。くぐればノーダメなんだこれ。ピョンピョンするんじゃ。あ、あいつ謎の技術で闇空間を出してくる。宇宙いて爆発すんぞあいつ。このパイナップル爆弾みたいなやつは爆発するの厄介だなこれ。いって、あ、今穴あったぞ。穴、ここに穴あった、ここに穴あったよ。あ、落ちた。これね、ロックマン2とか1だったら画面暗くした上で多分下に落ちたら死ぬっていうステージをめっちゃ作ってたはずなんで。3はそんな感じじゃないんだね。よいしょ。よいしょ。やばい。やばいやばいやばい。いけいけ。いけ。危ない。ワイリーの最後だから優しめなのかな。あ、最後だからね。ちょっと手加減して。死ぬ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 か。よし。このダメで倒せば全回復するんで。わらわら、和国です。会食だからね。ペロペロ。こうパターン的にこのダラダラってこう飛んでくるやつは強そう。多分超強武器なんじゃない。これ超強武器でしょこれ。ベロベロベロなくなった。待ってなくなったんだけど。で、 MP がない、 MP がない。よっぱわらわら、 MP ない。死ぬ死ぬ死ぬ。ちょっと待って。何これ。むくて。MP ないんだけど。これどうすんだよ。P で倒すしかないのこれ。戻ろ。残念。なぜハードナックル、わらわら。ハードナックル効くかなと思って。スライディングしてるこいつ、ずるくね。タップスピンは？タップスピンは置いてきた。ついてこれない。インフォさん、30分延長しました。一瞬で使い切った。タップスピンは
まあ、多分普通に使って体当たりするしかないんだよね。なんか一回作っタップスピン、相手が自分が無敵中だとタップスピンは一瞬でなくなるのぜ。相手が自分か、相手か自分かの間違いだわ。つまり控えめに使うしかない。オッケー、サンキュー。分かんないけど連打しちゃいけないね。要所要所で、あれ使って当たったらしばらく逃げるみたいな感じね。優しい世界。こいつジャンプ強いな。ここなんか楽に抜けるってないかな。ハードナックとか使ってみる。いいんじゃない？いたいたいた、危なっ。いいんじゃない？これだとタップスピンで殴るだけ。殴る？タップスピンで対応すればいいのね。で、相手か、なんか無敵中は使わないでおくと。あ、ナックル強いっすね。これ自分がダメージ食らうとさ、無敵になっちゃうんだよ。ダメージを食らっちゃいけない。ナックル強いっすね。あーだ、じゃあなんだよ今の。あだ、出てる出てる出てる。よし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 。え、難しくないこれ使うのこれ自分も一瞬ダメージ食らうんだけど。当たり判定めっちゃ狭いね。シャドウ当てると自分も絶対ダメージ食らうから仕方ないね。シャドウなんだろう、使わんからええやろ。シャドウブレード、シャドウブレード、ブレード感なかったけど、あれ手裏剣でしょあれ。かっこいい。シャドウブレードかっこ手裏剣。手裏剣が効きそうなのはスネーク。手裏剣、スネークとかなんか綺麗に切れそうじゃない。3枚にさばけそう。かば焼きにしてくれる。テレ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 ッツかば焼き。これは多分合ってる。前川ピュタありそうなステージ、マグネットマンみたいね。そうなの、こいつじゃないの。絶対こいつだと思ったのに。スタートセレクト出る、出れる、あ出れないな。ステージから出たりできない。いいんだよ、 P で勝てばいいんだよ。 P で勝てば波動ナックルで、波動ナックル、ハードナックルで勝てばいいんだよ。でかい、まだでかいわね。鳥もやってみれば勝てるかも。そう、勝てるかもしれない。てか勝てる、勝てるので問題ない。
タップスピン、タップスピン。何こいつ。ふにょくんで見た。びっくり新記録で見た。これ、あの、ジャンプ用のさ、棒にも当たり判定あるのね、あれね。とかできねえか、消えるな。あー、3は8ボスで相性がループしてないんだって。なるほどなるほど、複数弱点だな、つまり。ということはシャドウマンにタップスピンが効く可能性も全然あると。いや、これシャドウマンじゃない、なんスネークマンか、これ。スネークマン。これ、どうすんだよ、これ。こうか。こう。下からなんか、あ、なんだ、下からはしごで登ってきたから、ここは落ちても死なねえから。あ、エビフライだ。一級フラグ建築士ってあれ届かないんだけどお、シャドウブレードが効くのは2人いるけど、スネークマンじゃなか、イカラク、ダブル。届かねえってあり？シビアだな、これ。どうしよう、ラッシュジェットみたいなやつ。フラグ回収早かったですね。持ってくればいいのかな。あれ、どうしたら届くの？え、普通にギリジャンかな？アイテム2号があれば。隣の煙突までの距離が結構ある。ほっ。真ん中に乗りすぎただけじゃない？そう。じゃ、もっと端っこに、もっと端っこに乗って。はい！あ、いけた。エビフライ邪魔だな。はい。はい。はい、あ、いける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 よ、これ。これいけるよ。スネーク、ニードル、ジェミニはこの3体で完結してるから、投資し、イカラク。じゃあスネークをまず普通に倒せばいいんだな。ここでハードナックル選べない。こうか。ハードナックル、うん、微妙。ハードナックルで、ハードナックルで空中、こうやって、こうやって、こうやってヘビを受ける。こうやってヘビを受ける。攻略きたな、これは。痛え。ちょ、痛いんだけど。痛いんだけど！なんでこれ。この仕様にまでを攻略した子供にとっては罠すぎるね。ヘビ、おたまじゃくしかと。これか、ヘビにはヘビにはこのタップスピンが効く。2はメタルブレードが有能すぎて
ダメかも。あれ。雑魚。あれ。おかしいな。途中の地面うねうねさせてきた敵の方が蛇かなったのに、めっちゃ笑てる。え、てかこれ難しくない？ブレードがメタルブレード枠なんよね。じゃあまずシャドウブレードで倒せるやつを先に、スネークとニードルとメタル、メタル、スネークとニードルと何かが、あ、ジミニか。ロックバスターでゴリ押した方がええで。ジミニ、ジミニが3体で完結してる。じゃあそいつらの中で一番楽なやつを殴り倒せばいい。クニードルとか弱そうじゃない？こいつ弱そうでしょ。ほら弱そう。間抜けな顔をしている。弱そう。確かに。あの頭のトゲハンマーになって飛んでくるんやで。ガムボールマシーン、なんでガムボール飛ばしてくるの。いって、このさ、トンボのロボットって何を仕事にしてるんだろう。トンボロボットの存在意義とは。盗撮。盗撮なの。結構でかいけど。秋だなって。あ、秋を演出するロボ、秋を演出するロボなのね、こいつは。あー、危ない。警備とかならまあ、干渉よ。よいしょ、行って。行って、あれ難しくね、これ。トンボトンボ。難しくねえか、これ。トンボじゃない。むず。なにこれ、急にむずい。あ、いい感。あ、え、ここ難しくね、これ。一応全部用途設定されてたはず。自然監視用とかなんじゃない。あ、難しくないな。なんだこれ。で、出れた。パターンが出れたぞ。こいつハードナックルでやっつけよう。え？待って、あのハードナックルでトゲ消されるな。じゃあトゲでハードナックルは消される。じゃあとりあえず、ラッシュコイル、ラッシュコイルを使ってこうあっちにとイーカンを取る。あとシャドウブレードがメタルブレードラックバックなんでしょ。じゃあこれをガンガン使ってこう。全然ハードじゃない。戻ってくんだけどこれ。ブーメランかな？わらわら。まあまあそういうことやね。キンキンキン。こいつどうしたらいいのかな。キンキンなんだよな。スライディングで下をくぐっちゃえばいいのか。あ、ボスだ、ボスだ。オッケーオッケーオッケー。で、シャドウブレードで、シャドウブレードで、ブーンブーンっつって、全部やっつければ、ニードルアタックがゲットできるわけでしょ。あ、なんかガチャピンみたいじゃね、こいつ。当たんないんだけど。当たんねえ。
あれガチャピンかこいつ。素早いなこいつ。素早いガチャピン。あれだ、届かねえこれ。シャドウブレード届かない。P か。P なのか。UQ モバイルみたいな感じだよね、これ。いって、受けれねえ。色違いガチャピン、わらわら。あ。いや、違う、パターン入ってなかった。ダメ！アームめ強いっすね。首だけになったガチャピン。だけでゲミニウェポン。ゲミニウェポンをゲットします。じゃあジミニ。ジミニ、ジミニ先？ジミニ先？ジミニが最初？うわ、ジェス、マベリック。ジミニ先？じゃあジミニから行く、ジミニ。おう、宇宙じゃねえか。宇宙で宇宙やばいっしょ、宇宙は。海外からのアドバイス。宇宙はやべえだろ。あ、ペンギン、宇宙ってペンギンいるの？宇宙ってペンギンいるんだ。知らなかった。宇宙来てる。キッズ、ゲミニ、ウィス、シャドウ。外人さんでも通じるメガマンスレイ。誰かの通行の右押してこれ。夜の南極じゃないの？夜の南極なのこれ。宇宙じゃないの？あ、危ない。よいしょ。あ、やばい。ああ、ですよね。ですよ。そうなる気がした。最初からだ、これ。あ、そんな裏技あったね。なんかステージが。2よりスカスカの割に急に急にむずい急にむずい急にむずい。よし、このね、あの3本の火柱のね隙間に入るのがすげえむずい。ペレペレ。よし、ここに入る。入って、やばいやばいやばい、段差がある、段差がある、段差があるのはやばい、段差があるのはやばい。あ、どこ入ってった。なんだよあいつ。何しに来たんだ。グレーティングスクロムヘアマニー、はい、ブルース、ブルース、あったんじゃないかな。左上生首。ドブネズミ。あれ、ラッシュコイルでいける、これ。コイルでいける。メトロイド感。はい、ここ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 からやろ。ここ。お前な。違う。分かった。打ってからここ。うまい。あ、来たー。うまい。今のうまい。やったぜ。ここで TOP が。やったー。台風が怖いから来ました。じゃあなんか TOP。TOP で壊せないんだけど。お手上げですわ、これは。あ、これ敵に当たんないと消費しないんだ、これ。エネルギー。
じゃあどうしよう。ジャックスピン無限。あれこれもしかして上に攻撃する手段がないとあのハテナブロック取れない。大丈夫、ここで登場するのはラッシュコイルですわ。あ、じゃあシャドウブレードいい。何これ効かない。やばい、ラッシュコイル。よし。あ、消えた。消えたんだけど。なんだよこれ。じゃないと壊せないとしたらここめっちゃむずくない？ロックマンとかドンキーコンジのブブムって素晴らしいよね。出たトンボマシン。ドンキーコンズってどんなだっけ？スーパードンキーコングのことじゃない。スーパードンキーコング。あの壁で爆発してんだけど、ペンギンが。ロックマンのブブムアレンジしてる動画あるけど、おすすめ。下か。ほっ。そろそろボスじゃね。あ、ラッシュマリンが生きる。ラッシュマリンが生きるぞ。珍しくないこれ。ペロ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 。あ、いいかんも取れちゃう。数少ない活躍場所。待て。あー、しゃぶねえ。強いゲームいっぱいあるやん。これ合ってるのか、これ。この生き方合ってるのか。ラッシュマリン降りるべきだな、これ。よし。わざわざ乗ったまま、わら。来た、価値観。わこ。で、ジェミニマンを、シャドウブレードで倒すんですか？シャドウ。こいつ何なんだろうな。増えた。増えるこいつ。ジェミニ強い。こいつ何マンなんだ。何マンなの。ジェミニって何。ジェネリックみたいな話。あの一人が本体でもう一人がジェネリック。これジェネリックじゃないの。死ぬ。接戦を制した。あったね。アップ。アップ。
ゴリ押しがすぎる。いや、行けばいいんだ、行けば。行ければいいんですよ。これで地味に双子レーザーが出る。この双子レーザーを、ニードオーマンに、ガチャピン。琉球モバイル。こいつに、ニードルを打ち込めばいいんだ。ニードルじゃねえ、なんだ。何を打ち込むんだ。ジェミニレーザー。ジェミニレーザーってなんだ。ツーウェイショート。的な。シューティングみたいな。ツーウェイが出るのかな。ジェミニレーザー。これ倒せねえな。いって。ロックマンと聞いて。はい。ロックマンです。ガムボール射出マシンなんだけど。ロックマンさん、双子光線。で、最近のさ、ガムボールマシンってすげえ高いよね。昔さ、昔10円とかそんなレベルだったのに、今100円払わないとガムボールマシン動かないじゃん。まだあるんだ、むしろ。めっちゃ高い。あれ、当たんねえ。よいしょ。100円で100円。うどんさんガムボール買っちゃう人なんだ。買わないかな。あの、100円になってから買ってない。100円のガムボールマシンってね、100円分の大きさなんですよ。大きいんですよ。ガムボールが。無理なんですよ。口に入んないんですよ。50円にしてよ、あれ。そうなのか、わら。え、10円でも大きかったよ。無駄にでかいよね。あ、10円、え、10円からあの頃の大きさだった？もっと小さかった気がするけど。いや、10円だった頃は。でかいよね。ガムボール。スタヤで傾ける迷路みたいなマシンあったな。あった。でかいんだよな、100円のやつ。10円ハビー玉サイズの炎症。これなんか放置したら勝手に諦めて帰ってくれねえかな。100円積んだじゃん。パンパンになる。積んだじゃん、これ。シャドウブレード。ボルケイノって名前やね。で、ハードナップル、違う。ジミニレーザー。ジミニレーザーを使えばいいんだな。ジミニレおーおおお、待って待って、死ぬぞ、これ。まあまあまあ、回復回復。回復です。なんか英語で見てる人もいるから、英語で言った方がいいとか。I got life. I need life and I got life. Yeah! 当たれ。なんか急に速くなったぞ。ちょっと待って、当たんねえぞ、これ。当たれ当たった。よし。I'll be back. ペレッピーン。おは、あい、せい。ロックマンシリーズがプログラムほとんど流用できそうは絶対ないでしょう。だってボスごとにプログラム組まなくちゃいけないじゃん、こんなの。ボスごとにいろんな攻撃があるから。ペルビーン。じゃあ、スネークに行きますか。テレ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 。アイ、アムアペン。スネーク。インフォ3、30分延長しました。オーリアリー。ヘビマン。ヘビマンで、うまいのか。残酷、アイ、ラブ、ファック。わぁ、避けれんのこれ。味は
て。わあ、あ、顔出た。新しい顔よ。そうなの？あ、顔ヘビだな。めっちゃ出るね顔。さ、ヘビにトゲは効かねえと思うんだよな。鱗だし。ニードル効くんだろう。あ、違う、ハテナハテナ。ハテナブロックがある。ハテナブロック。外れだ。投げてるものが卑猥。よし。ジェットとか手に入ってないかな。そういえばラッシュジェットある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 。これさ、高いところに行ってからラッシュジェット使おうぜ。これここだ。あれそあれ、ああ、2号と違う。動きが2号と違う。わかったわかった。じゃあ、いちいち、ちょ、あ、地面になっちゃダメ？あ、地面になっちゃダメだ、こいつ。よいしょ。あれあれつん。あれなんだ、こいつ。なんだ、こいつ。乗んないとダメか、これ。乗んないとダメか。よし。ウゴーくんは可愛いな。ニゴーはスピードはなんかスピード感あるよね。あれね、キュ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 って走ってくるね。すごいけど、ニードルアタック。いつもロゴロゲーム今ついてる。乗ってないとエネルギー消費しない。省エネ設定。ペレッペーン。パチパチパチ。いいですね。SN ってなんだ、 SN。 リューゴット、サーチスネーク。サクサクですね。テッテレー。そうですね、テレレー。ほいでマグネットマンが多分タップスピンが効くんだ、これ。ロッテリア。こうきっとこうギュッてこう、あのくっつかれたところをスルスルってくるくる回ることでダメージを与える。でタップスピンをこうキュキュキュ、あれキュ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 、あ、キュキュできない、キュキュできない。ジャンプしないとキュキュできない。キルキルできない。キルキルできない。マジか。
るみたいですね。ハードナックル。あ、どっくるこれ。ロックマン 2.5D もあるよ。ピョンピョンピョン。死んだ。最初からかよ。困っちゃうなこれ。ピョンピョン落ちだ。あ、落ちちゃう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 。いって。雨に落ちちゃう。ここでも吸い込まれるのかな。あ、吸い込まれる。でロックマンはあれだ、あの方向転換するときに一瞬動かないから、こう向かう方向を向いてから下くぐるといいのかな。これはやばい、やばい、硬い。なんだこいつ。あの、このミサイル厄介だな。飛びながらシャトルランとかするね。あの、とても邪魔ですねこれ。最初からなんやかんやでダメージ削られる。なんやかんや、うわっ、なんやかんやでダメージ食らうなこれ。こいつをサクッと倒す方法ないかな。よし。うわあ、このミサイル邪魔。当たんない。くぐるときはスライディングで。あ、くぐるときスライディングすればいいのか。そうか。3ってスライディングなかったっけ。ある。え、これ火炎放射とかじゃないの。近寄りたくないんだけど。わあ、吸い込まれる。吸い込まれるだけだ。あ、ダメージを与えてこない。優しい子だこれ。吸気口かな。よいしょ。モーターでもなかった。うん、優しい世界。ジャンプすることで省エネになる。これラッシュジェットの上でジャンプすることで省エネになる。このテクニック素晴らしい。テクニック危ない。エアシューター欲しいんだけど。エアシューター欲しい。こいつ当たんねえ。なんだこれ。よし。で、ファミコン版の 2P コントローラー使ってロックマンの初お礼に、イカ役。このマグネットには何が効くんだろう。あ、効く。あ、これ効く、これ効く、これ効く。これ効く。金って言った。
下に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 潜り込んで、あ、雑魚、ペレペレペレペン、雑魚い雑魚い、ユーポットマグネットミサイル。このロックマンの格好はあれかな、これなんか転びそうになってんのかな、ポットットで、スパーク、あ、そういうスパーク、なんだろうな、でもロックマン3面白いんだけど2に比べるとパッとしないねなんだろうこれ、面白いんだけどさ、これ名曲、テテテテテテテ、キッズ、スパーク、ウィス、シャドウ、忍者、S、イカ役、なになに、キルスパーク、ウィス、シャドウ、忍者、スター、忍者ブレードで、あ、なんだこれ、ギミックを拒否る、一回乗ってみよう、ああ殺しに来てる、あぶん危ない、よし、すべてを拒否する、簡単だな、なんか簡単すぎて気が抜けちゃってるんだよな、ブーンとか来ないの、マントを自重してたムドンさんはもういない、じゃあ難しいところを、ちゃうからか、じゃあ難しい難しいゲームを裏技でクリアするのが面白い簡単だったらだって裏技使ってもっと簡単になっちゃうじゃん、これは簡単すぎて手抜き感か、エネルギー使う場所なかったな、これ手に取っちゃう、うわあ、合わせ技が来た、ああ顔が、よいしょ、エネルギー足りるかな、ジャンプで省エネしよう、省エネ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 、おし、段差がある、珍しい、ここをシャドウなんとかでやっつけるんだね、あ、効く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 、やったー、なんか使ってない武器あるな、なんかなんとかスネークとかいうやつ、なんとかスネーク使ってないね、やっぱ、てきりん、え、これもう実家、ん、あ、四天王がある、四天王、四天王がある、はてな、はてなマン、このハテナが襲いかかってくるなんて思いもしなかった、またまたニードル、これやっつけるのめんどくさい、ハリネズミみたいな、お、いて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 、
なになになにタイミング違うタイミング違う。この時はね、ジェットなんですよね。いって。コイルなんて使わないですよね。わらわら、なんぞ。サンバサンバ。やばい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 、これこれやばい、これよし。コイルの消費激しいんだよな、これ一回踏んだらすげえ減るよね、このブフって。あ、いい感だ。この穴に呼び出されたフラッシュさんの気持ちはいかがなもんなんですかね。あ、もうボス？もうボスだよ。ダブル。こいつ。な、合体するのこれ。合体する。合体。合体じゃねえ。ちょっと待って、そのやり方で来る。そのやり方で来る。そのやり方で来るんだったらなんか、え、最初から？最初からかよ！中間ないのかよ。上がってきたね。うん、アーサンがやっぱりエアーマンがいる作品か。いって。難しくね。いって。あ！和骨路中。回復消えてるんだけど。和骨です。いい感じ使っちゃおうかな、これ。何が効くかな。蛇かな。回復出ろ回復出ろ。出ない。なんかね、エアーマンと合体するんだったらエアーマンそのまま出てきたらいいのにね。何が効くかな。SP ってなんだよ、SP。 2年ぶりくらいに生放送見に来たけど、なぜロックマン？ 11 が出るからだよ。よくれない。あーあー、死ぬ死ぬ。エアーマンの石を継いでる。エアーマン出てきたらテンション上がるじゃん。あ、エアーマンだ。無理に新キャラと合体させなくても。いって。楽しみよね。チューン、なんでいい感を使わないのか。わら。なんかいけるかなって思って。道中の回復が消えちゃってるんだよな。やべ、危ね。お。ここむずいな。いって。わっこです。あ、順調に進んでる。わっこです。ここ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 。違う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 。
止まれ。ああ、なんだこいつ。あ、消えた。何が効くかな。とりあえずジェミニレーザーしてみよう。ジェミニレーザー。いや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 、そうはならんやろ。そうはならんやろ。おかしいおかしいおかしい。あんま効かねえ。おかしいな。いい感じ使おう。NE 使う、NE、NE。NE、NE。NE、NE。NE は効く。マグネット。金って。金って。マグネット。金ってなる、金って。これ結構いいので、結構いいので、結構いいので、結構いいので。あ、よいしょ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 。よし。ハート。ピ。あ、わし技が来た。めんどくせえ。ジェット、ジェット、ジェット。出てこい、ラッシュジェット。は。ゼフゼフ。ジャンプすることで、ジャンプすることで、省エネ。いてぇ！これどこまで持たされるのかな、これ死んだら。引っかかった。ジェットさんが引っかかった。で、ここで、MA を回復。いて、待って、死ぬぞ。どこまで持たされるんだ、これ死んだら。最初からだったら嫌だな。回復は出ねえのか、回復は。いえい、挟まれた。ここか。Z のエネルギー切れたら罪だよな。あ、省エネ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 。挟まれたもの。ちょ、待って、積んだ。積みました。あ、成長豚猫岩尾1500プト。わらわら、地味に難しそうね。いい感減ったんじゃねえか、これ。いい感も、いい感も、戻ってるかな、数。やべえ。パスワードちゃんとメモっときゃよかった。強めのパスワードを。これむずっ。省エネ。え、エアーマンってそんな前？ワコツ。よしよしよし、回復出る回復出る。で、エアーマンは高三受験生だけどわかる。エアーマンは、マグネットなんて武器かわかんねえ。マグネットが効く。天才。マグネットミサイル。なんでそれ。なんで左に撃ったの今。よし。2007とかやろあれ。え？ロックマン2、10年前？
もっと前でしょ？ 10 年前くらい。ああ、エアーマンが倒せないの歌ね。ニコニコのネタの話ね。なんだびっくりした。エアーマン。ま、ニコニコが会員制だったところ。ああエアーマンの話よ、わら。そそ、セラキュン。これわざと死ぬか。いけるかな。ハルさんの。いけるか。猫缶のやつ。省エネ。その青いのに乗るんじゃ。省エネ。え、青いのに乗るの？乗るってどういうこと？クリアまでは眠らないも印象的。省エネ、省エネ。イエー、危ないよー。ライフジェット必須なのか。必須っぽくない？必須っぽくないこれ。ちょっと回復した方がいいなこれ。リフトないもんね。死んじゃう死んじゃう。よし。ここで MA を回復しとこう。これ死んだ時にどこまで戻されるかだな。高飛びマン。いってー。ただ一回取ったらゲームオーバーになってる。頑張れ。あ、メットールだ。メットール。回復取りたい。回復ゾーンじゃねこれ。あ。かわいい、サクラン。かわいい。いらねえからさ。力出る。ガムボールいらねえからさ、ミットル出してよ。ミットル出してよ。回復でねえ。回復でねえ。いい感じ使うかこれ。果たしてあれは血なのか。ブドウ出してる。いって。え？何今の。なんか食らった。飛んだ。血じゃなかったら一体お尻かもしれない。上に回復があるなこれは。上に回復がある。盛り上げてまいりました。時間使うべきかこれ。また？でっか。回復でねえな。でかい。もう一回遊べるドン。なんなのこれ。なんで食らうの。意味がわからない。うわ嫌なやついる。ちょっと可愛いのが腹立つ。あっち。次何次何。これ死んだらどこかな。謎ダメ制度だ。死んだらどっから出んのかな。わら。あークラッシュマン。謎当たり判定わらわら。あれか。残党クラッシュマンは地味にやばそう。やばそう。地味にレーザー。インフォ3、30分延長しました。当たんねえぞこれ。避けるんだけど。こいつ避けるぞ。避けるんだけど。レーが降臨する。あ、金っていう金っていう。ハードナックル、ハードナックル、ハードナックル。ああ、登録したばっかり。待ったこいつ。チューン。こいつなんで、なんで本人じゃなくて、なんで本人じゃなくて新しいロボがクラッシュマンの動きしてるか僕分かってしまった。アニメーション枚数がカートリッジに入りきらなかったんだ。
だからみんな同じ見た目をしてる。クラッシュマンの全アニメーションパターンが入らなかった。かわいそう。そこに気づいてしまったか。お前は知りすぎた。これむずいんだけど、むずいんだけど、痛い。ああ。ピチューン、やばない？何が効くんだ？ワイリーさん破壊されたのを修理するのめんどかったんとちゃう？スネーク、スネーク、スネーク、スネークが効く。調子いいな。スネークアタック。聞いてるこれ。聞いてる。聞いてる。痛い。これ避けるなよ。 SP ってなんだ。 SP って鈴鹿ステラ強いな。ちょっとこれシャドウ、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 あっちゃあっちゃあ。こっちの方が効いてる。回復しようか。ニードルっぽいね。当たんねえね、これ。ニードル打つと、ニードル打つとジャンプで避けるの。着地狩りしろってか、これ。着地狩りしろってことだな、これ。よし。ハテナマン、パチパチパチ。ハテナマン4体もいんのか。全員出てくるってことだよな、2のキャラ。やべ、またラッシュ、ラッシュ、ラッシュ必須だ。今更だけど、こっちが攻撃したらジャンプしてこう、力く。昔これを渡し機でクリアした猛者がおったな。台風突起大丈夫ですか？あれどうやって倒すんだ。シャドウブレード。台風はまだそんなに雨足強くなってきたかなぐらい。なんかあるぞ、なんかあるぞ。これなんだ、なんだこれ。ああ、乗れる、乗れる。え、乗れって、乗れってこと、乗れってことか、これ。乗るってことか。うわー、やりたくねー。拒否、ギミック拒否しよう。よし、いいぞいいぞ。ギミック拒否。顔だ。ラッキンラッキン。もう、もう、誰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 だ。お前、誰だっけ。お医者さんだ、お医者さん。なんか、ブレード、ブレード、だからブレードが効くんじゃない？なんか全体的に可愛いな。あ、効かなくなってる。ブレード、ブレードが効かない。なんであれか、どうしよう、これ。何が効くんだ？SP か、 SP、 SP。 これ効きそう。いえ、死にます。最初からだ。インフォ1、市場にロックマン、クラシックス、コレクション、イカ役。
時を止めれるらしいな。火なんて2の時から止められるわ。もう消えねえな。よいしょ。1も止めてた。あ、1も止めてたな、確かに。1の止め方、1のストップの方が強かったな。いて、1のタイムストップの方が強かった。これ SN が効く。きっと SN が効く。タイムストッパー、フラッシュストッパー、ケンタウロス、フラッシュ、スナックじゃない、スネークがどっかで活躍するはず。金じゃねえよ。金じゃないんで。何が効くんだ。ジミニビーム。ジミニビーム。消えない。当たって。ハードナックル。ハードナックル。効いてるんじゃないこれ。効いてるのでは。効いてる。よし。そろそろ即死ビームが横から飛んでくるんじゃない？すでにさ。いて、長い。危ない。なんだ？なんだこいつ？待って。ずるい。それはずるい。なんだどういうこと。ハードナックルって荒ぬ方向にわらわら、あさっての方飛んでった。ハードナックルってさ、なんていうか相手の方ホーミングするの。出ねえな。まあ、今回はちょっと死ぬ。まあ、どうやって先行くのこれ。リーフシールドないかな。リーフシールド。TOP。上下で操作できたような。あ、そうなんだ。そうなんだ。あ、ここでスネークが。スネークいつ使うんだよこれ。いつ使う。なんだよこれ。操作できるよ。粉砕して進むんだよな。壊さずにそのまま通れよ。金。なんか何が壊れやすいかな。稼ぎができるよ。やったね、タイちゃん。待って、いけない。一回も戻れない。連打力が足りないだけ。積もる前に進まないと。はい、入って。よし。結局、わら。クイックマン。クイックマンぴょんぴょん飛ぶから、マグネットで。キンキン。マグ
グネットじゃないな。ピチューン、ああいうとこで処理落ちされるとすっごい不安になる。あ、いやでもスネークはぴょんぴょんするから当たんねえから、スネークダメだ。あらん。TOP かな、TOP。いや、ジェミニ。いや、スネーク当たんねえじゃん、そもそもぴょんぴょん飛んだら。当たんない。やばい。ビームが。スネークに気がいない。あ、当たった。やばい。これ、一回外すとやばい。一回外すとやばい、これ。当たれ、当たれ。よし。あ、まずい。方向転換前に、ビームをして。あ、ちゃーん。当たった。あー死んでしまった。実はマジでスネーク効く。え、マジで？あらスネークがついに役立つことが。いやでもそんなわけないでしょ。スネーク出してもピョンって飛ばれて終わりだよきっと。当たればダメージだけどみたいな。そもそも当たらない的な。でもジェミニも効くからお好み。タップより使えるやろう。スネークがついに牙を剥く。キン。神ブブムなんだよな。いい曲だな。当たらん。あれ、方向転換できない。なんだ。よし。でもこいつはとりあえずハードナックルで、ハードナックルを打った瞬間にジャンプするから、着地したところに当たる。腹減ったし飯でも買ってこよう。これおバカですね。おバカですね。ほっほっ。よし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 。メタルブレードは強いけどメタルマン自身は。メタルマン自身は弱いわな。なんかメタルブレード2発くらいで死んでたよね。処理落ちが切れると真相になる。で、ここでスネーク満を持してスネークカッターじゃねえ、なんだこれ、スネークが効くわけね。これでスネーク当たる。これ確かワイリーが侵入する際にボルトナットに苦しめられた。当たるこれ当たる。サーチスネーク当たらんくない、これ。当たらねえぞ、これ。当たらねえよ、これ。びっくりするぞ、当たんない。せやな。サーチして。当たる気がしない。クイックマン脅威。わら。見立ては当たってた。わらわら。やっぱ地味にレーザーしかないじゃん。地味にレーザーも一回外すとなんか、もっと当てれるのに、わらわらなんて、わらわら、イカ役。ジミニレーザーで着地狩りをしよう。やべ。やべ、あー。よし。
勝てばいいんだよ、勝てば。てれてーん。あと、ハテナマン2人。セミに強い、わら。いや、実家遠いな、これ、スリー。実家が遠い。あ、また宇宙だ。あ、今度氷だ。氷属性だ、今度。え、これ、ハテナマン4体倒したらやっと実家でしょ？てか、2は、3は実家じゃねえな。多分。3の BGM 覚えてない。危ない！誰か右押して。あ、危なっ。落とされるかと思った。これは危ない。うん、うん、これはこれはなんだ。この穴は落ちるのか避けるのか。避けてみよう。あ、落ちるんだよ。あー、ハテナ感が出てこい。ラッシュジェット。よし、なるほど。これか。ここで、こうやって、こうやっ、あのハテナ感どうやって飛んだの？うわ、おたまじゃくし。あ、消えた。これあれか。ここでジェットするのか。ここでジェットして、こうか。これでハテナ感が取れる。ん？なに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 、黒い音のジェクシンがある。外れた。なになにこれ、なにバグなのこれ。この黒いお玉ジャクシンが復活する。暗黒物質。よしよし。
ックマン。ワコックマンでーす。ワコックマンでーす。ここ怪しくね？そこの隙間怪しくね、これ。ここ。顔出る。顔が出る。顔出し。いくらおっきっち。顔出るな、これ。よし。残機も増えたぞ。いくらのおかげで。いくらは美味しいから残機も増える。これは、何マンだ？何マンだこれ？わからないマン。え、使ってなさそうなやつ？ TOP かな？この辺が来てる。うわぁ！フラッシュマン、フラッシュ。当たってるこれ？当たってる？何が効くんだろうこれ？フラッシュマンとかそういう変なやつは多分 TOP が効く。効かねえ。ハードナックル、ハードナックル。金だ！何が効くんだじゃん。スネークか、スネーク。わらわら。よけるこれ。何が効くかなフラッシュマン。あ、こっからだ！そうだった。光なので。みたいな地形が嫌だね。地形嫌だね。当たんね。最初からやらせる割にステージ長いんだな。やばい、後ろから来た。顔出せ顔。ロックマンさんって発売から30年ぐらい経つのかな？30年は経ってないんじゃない？さすがに20何年じゃない？これジェップで崩すのが30年だって。え、マジで？結構経ってるんだ。マジか。顔。11がそもそも30周年作品やで。ん？じゃあ1が30年じゃね？ま、1なら30年ぐらい経ってそうなイメージある。でも昔な、昔はゲームが出るスパンがすげえ早かったからな。ロックマン1と2ってもしかして1年ぐらいしか違わないんじゃね？めっちゃゲーム出るの早かったよね昔。KOF とか頭おかしいと思われますね。毎年格ゲー出す、まあ、そのおかげでゲームバランスぐちゃぐちゃだったけどさ。たまに本気出して98みたいなの出るけどさ。おいで。こっから何が効く？
マグネット試してみよう。97はよくやった。1が87年12月、2が88年12月だって。97ってあれでしょ、パワーチャージっていうゲームでしょ97。やべ、打つとこっち向かってくる。ロックマンさんは90年発売で37年。何これ、聞く、ツボに聞く。よし。97はソラちゃんがひどかった。パワちゃん。パワちゃん。ロックマン11出たのか。ニードルキャノン強い。まだ出てない。SNK ヒロインズはやりますか ?SNK ヒロインズはね、面白そうなんだよね、正直。格ゲーじゃない感じあるじゃん。あと暴走よりとか。格ゲーじゃなくてアクションゲームっぽいんだよね。ゲージ管理系アクションゲームっぽいんだよね。見る限りちょっとやってみたい。ヒロインズはただ一緒にやってくれる人いなそう感はある。闇社の調子こいてんじゃねよのセリフが好きだった。看板だからって理由で女にされるテリー。あとスカロマリア、スカロマニア女体化はちょっと気になる。もうこのゲームはなんかコラボキャラでも容赦なく入隊化するんだなっていう。スカロマニア入隊化ちょっとコラボキャラにも容赦はしない。スカロマニアは昔ネオポケでギャルズファイターズってのがあってだな。イカ役ネオポケか。ネオポケは十字筋がコリコリしてるの以外いいとこなかったからわかんないんだよな。うわー、上がトゲトゲだ。ワコです。ミス X 出るのかな。バブルマンだからじゃあトゲが効く。効かねえ、マジかよお前。ハードナックル。ハードナックル。効かねえ。何が効くこれ。TO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 。わ、効かない。電気って、スパーク。泡を割るやつ。効く。スパーク効く。ああ。この状況で電気打ったらロックマンも改善するよな。ビリビリって漏電しちゃう。よし、ラストハテナマン。確かに笑。トゲだ、トゲがあるぞ。何え、今死ぬ要素あった？わらわら。増えた？わらわら。え？わらわら。上にぶつかった？今の反省は、わら。手落ち、わら。上にぶつかったの今の。インフォ、3、30分延長しました。もう一度見てみよう。今のは反則です。わらわら。疑惑の判定。連呼殺しだ。連呼殺しが来たぞ。うわ、いやらしい。
のクリップは良い？ああ。暗くする電球がすごくさ、あのハイテクすぎて理解できなかった。ちっちゃい時、なんだこれ、なんで暗くする電球があるんだ、超ハイテクだよねこれ。ウッドマン、え、ウッドマンこの環境でなんか生きていられるの？ウッドマンってこの環境で生きていられる？すげえ暑そうだけど。あ、効かねえな。SP。やべ。SP も効かないな。何が効く？ SN。あ、効く。マジか。スネーク来た。あ。マジで最初からだよなこれ。スネークの時代が来た。スネークか。残機確認しよう。あ、まだある。よし、いける。わらわら。今度こそスネークの出番でしょ。今度こそ。このスネーク避けないでしょ、この子。このウッドマンスネーク避けないから。あ、ちょっとむずい。避けるな、お前。お前避けるのか。避けれんのか。いて。待って、死ぬ。スネークの夜明け。リーカン使うかこれ。ダメージできねえな。2の時とちょっとタイミング変わってるこれ。2の時よりもリーフシールドが長い気がする。
よし、ラッシュジェットがいい味出してる。いい具合に使えてるの、ラッシュジェットが。飛んできたの見てから避けるか、これ2発当たる。飛んできたの見てから避ける。うまい。お、やった。スネークいけるね。これもスネークか。パチパチパチ、これ効かない。やったぜ。あの岩投げてくるやつ、こいつさ、足元がお留守だよね。短い半でした。スネークは足元狙うから、くるくるしてる時でも効くかなって思ったけど、そんなことないんだね。スネークも喜んでる。うわ、即死ゾーンだ。出てこい、ラッシュジェット。邪魔。あ、死ぬ。あ、死にます、これ。お留守だぜ、夏井。よしよしよし、ボディがお留守だぜ。よしよし、回復した。いいよ。これはスネーク SP でボスでしょ。まだかよ、お前。やばい、こいつやばい、こいつ。あ、うわー、ちょ、あれー、まずいぞ。ニコニコがまたニコニコしてるので。何が効く。ニコニコしてるね。ライターマンだ。ライターマン何が効くかな。水系や水系。水系ないね。でもなんかノコギリ効いてる。でこいつ攻撃すると突進してくるから、ノコギリではめよう。ノコギリじゃねえ、これ手裏剣だ。タップスピンの時代。タップスピン効くの。まさかの回転で火をかき消す。すさまじい回転だ。わからん。やばい。なんで出ないの今の。届かねえ。時間差やめろよ、お前。なんで今のタイミング。時間差マジやめて。飛んでくるの遅かったよね。ハードナックルしてみる。ニードで。ちょっと待ってみました。火が出ちゃうととても困るから。じゃあ分かった、タップスピン使ってみよう。効くけど。やった。効くけど自分もピンチだな、これ。なんか出てきた。ブレイクマンが出てきた。ブレイクマン。ブレイクマン。偽物だぞ、これ。
壊れた男。大変じゃ。ロックから最後のエネルギーを受け取るとすぐにワイリーのやつがガンマを奪って、何言ってっか分かんねえな。ブルーレット、いつものブルーレット、置くだけ。オープニング画面で放置してるとストーリーとか見れたんじゃない？マジか。早く、マニゲー。それあるかもしんないな。マニゲーで語るワイリー好き。なるほどね、オメガがエプシロンでブルーレット置くのね。オメガがエプシロンでシグマしちゃった？なやつじゃなかったっけ。あっ、いかん、土管入れないのこれ。土管入れない。シャドウマンが地球外ロボットだったのは覚えてる。そうなの？マリオじゃないんだから。ここ入ってボーナスステージ。マリオ代を断り、どこの配管工だ。ボーナスステージに行きたい。僕はできできでき。あ、顔がある。え、これなんだ、ハードナックルで壊すのかな。正解。これも行こう。目的って世界征服とかそんなベタなやつだっけ。イカ役、多分そうだったと思う。ベタやな。あ、危ない。でも制服してどうすんのかな。ワイリーは割と先駆者な方なのでは。スライディングでかわせないん。制服してどうするのかっていうのは何？くっつかない。どうしようかな。シャドウなんとか使う。よし。で、ラッシュ来い。ほっ、あっ、ほっ。征服することで初老所得を得ろうとしている。うわぁ。やだやだやだ、やりたくない。出てこい、ラッシュジェット。よし、完璧。よし、ラッシュマリーも回復しちゃう。これ何が出てくるのかな。あれ、下に行く。あ、UFO キャッチャー。なんだこれ。ぶっちゃけ制服した後のこと考えてる人はそんな面倒なことはしない。イカ役。なるほどね。とりあえず制服してみよっかなーみたいな話ね。キンキンなんだけど、これどうすんの。
亀速くなってきた。え、亀倒すのがいい、亀倒すのが正解なのかこれ。出てきた亀倒せばいいのね。あ、そうなの。え、なんだちょっと仕組みがわからないけど、亀を倒したらピュンピュンってなった。本当だ、やったぜ。わあ、危ない。なぜ爆発したんだ、耐久だったのかな。亀出し切った時に壊れるんじゃなくて、亀を壊した時に壊れる。あ、顔がある。亀が本体。顔ください。新しい顔よ。すすすすからの、何？自分の顔コレクター。何？こいつずるくねえか。ああ危ない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 。不正は元さん。いい感がある、いい感がある、いい感がある、いい感。ラッシュジェット消えてくんねえな、あいつ。飲み戻すか。よし、ワイリー対策しときましたわ。いい感だ。ニコウ、つっかえ。やったぜ、いい感だらけだこれ。和骨で。あ、なんか急に、あ、この空気は、この空気は物合い的なやつが出てくるやつだ。来るな、来るだろ、来るだろ、来たー。これ2段目スライディングできる。あ、ざっこい、あ、ざっこい、あ、違う。え、マス目増えた。イエローデビル。マス目増えたんじゃん、俺。イエローデビルだっけ。あ、ちょっと待って待って待って。いい感じか、いい感じか、これ。死んだらどこまで戻されるか、わかんねえ。やべえな、こいつ。どうやって倒そう。目が大きくなった。強いな。スライディングよりジャンプの方が安定するな。移動しないから。このイエローデビルかわいい。あれこれスマブラにも出てきたやつ。肩パッド入れたな、こいつ。やばい、新技来た。新技、イエローデビルさんの新技が。倒せばいいの、倒せば、倒せばいいんですよ。弱点なんて関係ないっすわ。でれってれって、イエローデビルさんちょっとふっくらしたね。やったー。あれ、 MP が回復してない。回復なしなのこれ。おいしいもの食べてるんでしょ。これ左から行こうかな。なるほど、回復しよう。ふっくらって言われると健康になったみたいに聞こえる。わら。何と何回復しようかな。手裏剣を。あとジェット。いやー。メグネットを回復しよう。あ、いい感、優しい。なんだ、普通にいい感が置いてある。あ、ずるい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 、いて。マグネットじゃない。
顔がある。危ない。あれ、これ死ぬ？下に行くのかこれ。あ、ずるい。あ、よかった。そこに回復があるかと思った。上にずるくなかった。よし、いけるいける。あ、出た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 。行って、もう倒しにくいやつ。うわ、なんだこれ。こんなの、こんなのロックマンにあったっけ。このデゲデゲデデゲ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 ってやつでしょ。いやだね。アイスクライマー、わらわら。アイスクライマー感がすごい。アイスクライマー。お、回復とゴミ。さあ次はなんだ。なんだこれ、あれボスラッシュ。何これ、何これ、なんだこれ。当たんねえぞこれ。どれが本物かなってやつか。これが本物。コピーした。どれだどれだ。ちょちょちょ、避けらんないんだけど、避けらんないんだけど。斜めにも打ちたかずる。待って、避けらんない。ちょっと待って、避けらんないね。いい感使ったろ。ロックマンの弱点ってなんだ。あ、これだ。コピーの方がロックバスター強くね。金っていう、金っていう。金っていう。効かねえのこれ。ズルはできない。コピーの方がロックバスター強いんだよな、これ。じ。金。金だ。人間に同じ姿になってる。金。ああ、聞く。攻撃のチャンスが少なすぎる。当たんねえ。ちょっと待って、攻撃のチャンス少なすぎないこれ。最初の3択に外れたらもう無理なんだけど。弱点といえばトゲ。トゲ、なるほど。ちょ、いいかん。でもチュンチュンしてくんねえんだよ。になって適応している。チュンチュンしてくんないんだよ。あ、チュンチュン、やっと刺さった。普通一発で死ぬでしょ、ロックマンだったらトゲ。パチパチパチ。普通は一発で死ぬはず。パチパチパチ。で、MAを回復して、で、あとなんだ？何を回復すべきだ？ HA か。HA 使う可能性があるな。で、あとは MA。ゴリ押し、先端恐怖症のロックマン、ラッシュかな？ラッシュ？なにこれ？ガッツマンじゃん。ガッツマン量産型。コイルは多分そんなにいらないから、ジェットなんだよな。でもジェットこれしか減ってないから、ニードルかな。ジェットは省エネ活動もできるから。いって、ガッツマン強えな。避けらんねえ。避けらんねえ、こいつ。W だ、 W がある。ワープだ、ワープ。ワープすんの。こっからボスラッシュなの。
ニードルマンはジェミニレーザー。当たんねえとやべえなこれ。よし、基本的に自分の武器が効くよ。そうなの。マグネットマン、じゃあマグネットを切って、避けるこいつ。あ、本当だ。本当だ、そうだったんだ。へえ。こいつも地味にビーム。当たれば強い、当たれば強い、当たんねえ、これ。あ、死ぬ。ジミニスネークが効くのか。じゃあその究極系がメタルマンか。ひどい追いかけっこだった。せやね。スネーク、何が効くんだ。ハードマンはハードアタックでいいのか。は？は？いいの？ハードゲー、ハードゲータップマンの弱点。 TO でやろうとすると多分本当の弱点武器よりもダメージが少なくて僕が先に死ぬんですよ。だからなんだ、何がいいんだ。 SH か。ナックだっけ。使っちゃったー。バスターだな。キンキン。あ、キンキンだぞこれ。まずいぞ。ほっ。あ。難しいな。突然突っ込んでくるもんな、これ。やばい。結構動き早いね。で、これが忍者マン。忍者マン。忍者マン何が効くかな。インコ30分延長しました。忍者ファンの弱点が分かんない。俺の出番だ。スネークか。当たんねえな、これ。当たんねえよ。待たせたな。勝てばいいのである。
あれ弱い。なんか弱かったぞ。なんだ今の。タップスピンなんてなかった。スネークマン。スネークマン、ニードル、ニードル、ニードル。よしよし。いよいよ。残機も3あるよ。やったー。こんなにを回復するべきだ、これは。これ何回復するべきだ。ないのを回復していった方がいいのかな。 HA かな。いやでもいっぱい打てるのが SH かな。 SH いっぱい打てて強くて使えるから、これを回復して、ナックルゲン、これ回復します。よし行こう。壊せる壁あったら済む？ああそうかも。じゃあ回復します。いよいよ。さらに回復が出ます。出る。じゃあ MA、 いや GE をゴッドイーター。これラスボスかな。なんか来た。ゴールドエクスペリエンス。チチビンタリカみたいな感じだな。下くぐるやつだ。明日かな。いや明日なの。水曜からじゃないの。くそ当たんねえ。当たんねえ。やらしい。また変な弾幕だな。なんだこれ。わかんない。明日からかもしんない。調べてない。パロディウス。やっぱ土ビンタリカだよね。硬いんだけど、マグネットでも打ち込んでみる？マグネットだったら立ったまま打て。肉って月が変わってもすぐに変わらないイメージがあるけど。最初の水曜日なんだって、スリープは。あっと、何？3日だって。ハードナックル。ヘルルー。ハードナックル。ヘルルー。ハードナックル。当たらない。3日間ありがとう。ハードナックル。ヘルルー。ハードナックル。勝ち。からの？から、続くの？続くの？これ。いい感案件だな、これ。いい感。でね、いい感使わないと積みますね、これね。エネルギーなくなって。ナックルって上下で操作できなかった？あ、できたわ。忘れてました。ラッシュジェットだ。ここは濃いラッシュジェット。天才かよ。天才の天才の発想力。天才か。反対側に行こう。やった。あ、土下座か？土下座しろ、土下座。何？なんだって？偽物だっただと？なんだって？ライリー、対空は考えてなかった。よいしょ。これは何がいいかな？ハードナックル。あとラッシュジェットまた効くんじゃね。ラッシュジェット意外とありそうだな。ラッシュジェット意外とありかもしれない。ラッシュジェットが弱点武器とは。最終的にスネークが弱点武器とかあるかもしれないな。
MA かな。MA。よし、これでいこう。どうしよう、でかいよ。あ、これ足場用意してくれないやつだ。マジでしょうがない、上に返すか。あれ、雑魚い、これ雑魚いぞ。ドーン。いてぇ。なに？あ、そういうこと？来い、ラッシュ。よし。はい、価値格。はい、価値格。うっ、なに？聞かない。なんだと？でも、そっち行くわ。なに？何が聞くんだ、じゃあ。ハードナックルか。地味に、地味にレーザー。ヘビだな、ヘビ。ヘビをこう上の穴から入れる。上の穴からヘビを入れる。正解。正解かよ。正解ってどういうことだっけ。正解なのかよ。ヘビ、あれ？でもヘビ以外にし、あ、マグネットもあるか。あ、マグネット、あれ？吸着しない。じゃあ割とマジでヘビしかない、なかったりするの？この騎士団。確か続きは2つだけだったはず。2つだけ。ヘビとなんだろうな。あれ？いいかん、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 いいかん。いいかん。ペロペロペロ。ヘビで怯えるのがいい。やったー、そっちじゃねえぞ。ケツ向けてんじゃねえよ。パチパチパチ。わらわら。あー、潰された。やったか。ワイディ博士はダメだ、間に合わない。ムーンウォーク。ダメだった、ワイディ死んじゃった。おお、ロック、気がついたか。わしの知らぬ間に誰かがお前を運び込んだのじゃ。しかし一体誰が。パチパチパチ。ひょ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 。さよならワイリー。この口笛はブルース。誰だブルース。あれでなんで生きてるんだ。え、あれも首がビヨンビヨンってなるタイプのロボだったんじゃないの。あれも。実はコマが最終兵器だった記憶。このブズムの入り好き。口笛で主張。わら。あ、これちゃんと2のキャラから紹介してるんだね。2っていうか1のキャラか、これ1のキャラ出てきた。1 のキャラ出てきてねえよな。痛む。寮にある？さ、最後だから。そうだな。あ、死んでる。ブルースも死んでたわ。あ、木の上になんかモンスターボールあるぞ。背景に何か飛んでますね。星になったブルース。ブルース死んじゃったな。いいやつだったのに。やべ、トイレ行きたくなってきた。エンディングを捨ててトイレに行ってくる。これちょっと乗る。
せる男、縛ってたのか、サンって募集だったのか。募集よね。ラストマンが村田先生だっけ。あれ終わってる、終わっちゃった。行動だろ、わらわら。結構短かったな。感動的なエンディングでした。マジか、感動だったか。あれ、キー入力受け付けないぞ、これ。あれ、こういうこと。こういうことか。受け付ける必要がないからリセット案件。リセット案件か。これちょっとオープニングを見よう。オープニングを見たらなんかブルースのことがわかるかもしれない。これない可能性ある。アーカイブでも裏技とかそのまま使えるん。ない可能性があるな。これアーカイブじゃないよ。なんかコレクションなんだけど、通行がそもそも使えなかった。オープニングなくない？これ。説明書見れねえかな。説明書。放置で出てくるオープニング？熱いオプブズム。放置でオープニング出てくる？これは3って。ちょっと放置してみよう。お疲れ様。お疲れ様でした。いや、ワイリー死んじゃったね。ワイリー死んだからロックマンもう出ないかな。ブズム一巡しないとダメじゃなかったか。え、そうなの。2に比べるとハードル高えな。これいろいろ入ってるやつか。もうアイリーも懲りたでしょ。もうね、死んじゃったらね、もうしょうがないよね。これでロックマンシリーズも終わりか。ロックマン缶。ロックマン缶。ボルテ忘れないで。いいやつだったよ。よくわかってないって思うじゃん。ワイリーもネタ切れ言ってたしな。神曲だよな。読んだ？まだかな。投げるな。タイトル最後のガスポーツ新聞並みのあれ。ループしてね、これ BGM。 ほんといい部分も。自作は別の博士が敵になるんです。ループしてる、ループしてる、これループしてるよ。え、オープニングないの ?3 は。2とかはね、ループとか以前にこう BGM 鳴らす前にいきなりオープニングから入るんです。まずタイトル画面に行く前がオープニングだからね。 2を確認すると、こっ
から、ここから。起動時にオップないの？そう、ここから入る。ここから。これで、これね。これ。初代と同じででもないらしいですよ。ないんだ。ディ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 ーン。じゃあ説明書見たいな。説明書見れないのかな。説明書、ミュージアムに説明書入ってねえのかな、これ。すげえいっぱいある。アイワナっぽい曲ですね。パッケージイラストある。説明書ないなぁ。これなんだろうな、この非効率的な。アイワナが使ってる方、これスイッチ？え、これパソコン。かわいい。非効率的な根気だよな、こうやって見ると。わらわら。別に回る必要なかったんじゃないかな。一番最後にトリセツって見えたような。ほんと？ハガー市長、クソシュール。わら、トリセツだった。ラッシュ変形やん。ドリルラッシュだ。口からドリルが出てる。タップスピンはバリア作ってるんやで確か。今ブルース噛み出してた。バリアしてる割にダメージ食らうんだよ。